何似てんのあんたこれまた。こんなんこれ今日何これ。何？プペルとかいう映画の、うん、西野っておるやん。あんた芸人やった人のやつの。はいはいはい。あれの映画の、はい、なんか出てくる歌を。あれ映画になってんの？そうそうそう。お母さんそんなんも知らんかったわ。しょうがないらしいけどな。うん。別に映画になってるやつに出てくる歌なんこれが。見たよね。わし見たことないから知らんけど。でその何この前で踊ってるようなテーマは。ユタボンとかいう。うん。何ユタボンって。人生は冒険だとか言ってる。人差し指前に立てててぐちゃぐちゃ言うてたの。髪の毛が長いよな、あの子が。あれか。それとなんか妹がその歌になんか振り付けつけて自分たちで、うんうん、それは違うな。お母さんな、これ自分たちでっていうのはな、うん、嘘やと思う。こんなんな、うん、こんなんた子供を飼ってへんて。だからあの、うん、周りにいっぱいいるのもなんかその西野の信者みたいな、うん、なんか聞いて、あ、西野さんと、あ、そう、うん、お母さんなんか後ろのあのボヘミアンラプソディ気になってしゃあないわ。お母さんあれがあれの映画のな、あんたが映画言うから、うん、その話かな。違う違う違う、全然違うよ。クイーンとは関係ない、うん、関係はないのこれ。お母さん何やろ、ボヘミアンの話してんのかな。何やろな、めっちゃ違うの。しょうもないな。何や、何や、ほめて。じゃあ、あんたまたそんな食べてくれ。あんた、それまたそうやって、お母さんにあんた聞かんと、食べてみてやって。これ、食べたら宿題するし。もう毎日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 そんなことばっかり言うて、全然あんた一つもあんたらねえや。ずるって知ってんやで、お母さん。おかん、僕ら長いから嫌やから、ちょっと。怖いなぁ。食べたら宿題します。いや、絶対で。ちゃんとやりやん。やりやん。最後までご視聴いただき、おおきにありがとうございます。高評価、チャンネル登録も、よろしゅうお頼申します。